皆さん、こんばんは。今日は2023年9月18日月曜日です。今日のテーマは中国の不動産市場について、すべての都市ですね。みんな値段は下がりました。不動産価格ですね。復活は全くしていません。そして中国の経済も引き続き下落しています。中国の経済は下落していて、 消費市場も良くないです。もし不動産市場が良くなれば、経済は良くなると、世界の多くの投資家、投資機構が予測しています。つまり、もしですね、中国政府は力いっぱい出して、経済刺激、施策があれば、良くなるよ、と思われています。しかし、現時点ではあんまり効果はないんですね。 9月15日、中国の中央銀行である人民銀行ですが、銀行預金準備率0.25%引き下げ。これは今年で2回目です。1回目は3月にありましたが。つまりですね、金融緩和を引き続きやっています。2回、銀行預金準備率0.25%引き下げされて、 商業銀行のお金は約1兆元ですね、増えますので。その分商業銀行は市場にそのお金を勝つことができます。また今年ですね、2回も利下げもありました。しかしそうすると本来はですね、人民元のレートは安くなるはずです。しかし中央銀行はまた調整をしました。短期間のお金の貸し出しより長期間のお金を ししに力を入れましたそうすると、ゲの冷凍を守ることができますという考えです。政府の狙いとしては、デフレは絶対にダメですね。資産価格を上昇するようにしたいですね。現在、株式市場は全然ダメです。上海、深水も香港の株式市場もダメですね。また、不動産価格はまだ高いんですね。これ以上に刺激すると、 実に危険です。どうなるでしょうか現在、人民銀行は、商業銀行に指導しました。できるだけ外貨を買わないようにしましょうと。5000元以上の外貨の取引ですね。中央銀行である人民銀行が審査します。また、証券会社にも指導しました。外貨をですね。できるだけ買わないようにしてほしいですね。つまり、 市民銀行はやはり、現の冷凍を必死で守っています。これを基礎にして経済刺激はする。また不動産市場も活発にしてほしいです。そういうふうにしています。中国の経済についてですが、9月15日、国家統計局、8月のデータを発表しました。工業7.5%増加、7月より7.5%増加。 8の増加です。輸出は2848.7億ドルでした。これは8.8%の下落です。消費市場は4.6%の増加です。7月より2.1%の増加です。資産の投資ですね。1月から8月ですが32兆元です。同期比3.2%の増加です。7月より 0.2%の減少です。不動産の投資ですが、8.8%の減少です。物価 CPI ですが、0.1%の上昇です。ちなみに7月の CPI は0.3%減少でした。都会の調査失業率ですね。5.3%です。0.1%下がりましたよと自慢しました。しかしですが、青年の駐輸率は公表しませんでした。 これに関して、ウォールストリート、ジャーナルの報道ですが、今年、中国の経済は衰退していました。しかし、数ヶ月後ですね、少々改善してきました。でも、中国の経済はまだ弱いです。政府は不動産市場の縮小、不動産市場の不振の問題を解決しないといけません。また、輸出は引き続き下がっています。そして、 西洋側との外交の関係も対応しないといけません。多くの経済学者は思っています。中国の経済の復興には政府と中央銀行の決意が必要です。力いっぱい経済刺激策を出すことが大事です。しかし中国政府は規模の少ない、小さい、弱い刺激施策を出して、例えば消費促進、 不動産市場を活発になってもらいたいです。国民の自信を回復させたいですね。でもまたその施策が弱いですよと指摘しました。もし中国の経済が回復すると世界の経済も良くなる。でも現在世界の経済を引っ張るのはアメリカとインドですね。つまり中国の経済はまだ良くなってはいません。ただし期待はされています。この状態ですと インドは中国の代わりになるんですよと思います。また政府は債務の状況も公開しました。8月の税収は2.2%減少です。中央政府ですね。消費税は4.2%増加です。金業の所得税は16.8%の下落です。特に不動産市場が良くないので、土地の売買、不動産の 取引に関する税金はすごい下がりました。地方政府の税収が良くないので、地方政府も同じですね。もっと良くないんですよ。不動産市場について、8月の後半ですね、中国地方政府はどんどんですね、不動産刺激施策を発表しました。9月初め、大都会、都会、中小都市、みんなですね、それぞれ現地の事情に合わせて、 不動産刺激策を発表しました。基本ですが、2件目とか3件目買っていいんですよ。金利も安いし、初めて住宅ローンの金利と同じように設定します。まだ今は住宅ローンの返済中であっても、それを考慮しませんので、初めて不動産を買うと考えて、ローンをですね、えー、判断するんですよ。お金を貸すかどうか判断することですね。 中国の統計局が発表しました。9月、中古の不動産価格が下落しました。8月もそうですが、また、新築の不動産価格は全部下落しました。新築不動産価格は、北京、上海、広州、深圳ですね。0.2%下落です。都会も0.2%下落です。中小都市は0.4%下落です。 しかし、中古不動産の価格はかなり下落しました。大都会は7月より0.2%下落です。都会は0.5%下落です。中小都市は0.4%の下落です。この数字はですね、改革開放以来、初めての下落だと言えます。当然ですが、この数字自体が怪しいとは思います。ただし、下落しましたよねと。 初めて中国の統計局は認めました。この行動がですね、大事なんですよ。例えば、中国の人口の数もですね、今年は初めて下落したんですと、中国の中央政府が認めたんですよ。人数はですね、人口の数、下落のパーセンテージにしても数値は全部嘘です。でもですね、下落しました。この、このことをですね、認める時点で、まだ大風なんですよ、実は。 2021年、当時ですね、中国の経済は少し下落あったんです。あの、特に不動産価格ですね。ただし、全国的ではなかったんです。特に中国の有名な都市ですね。北京、上海、広州、深圳ですね。そういうところの不動産価格は本当に硬いんですよ。絶対に下がることはないよねとみんな思っているんですよ。そういう不動産の信念ですね。ありました。 そして国民の自信というのは本当に大事だと思います。しかしですが、不動産企業の返済不利口であったり、あるいは途中ですね、建設工事が途中で終わってしまうのを見て、みんなやはりおかしいと信じなくなってきたんですよ。つまり、新築不動産というのは本当に買っていいでしょうか大丈夫でしょうかとなってきます。 中国の大手不動産企業であるシノオーシャングループですが、この会社は中国の国営企業です。不動産、投資及び開発、中高級の住宅地の開発、建設をする大手企業です。またオフィスビルの開発、管理もやっていますが、9月15日に発表しました。国内、海外の債務ですね、返済もできませんと発表しました。 そして、金業の再編を考えています。結果はですね、後日に発表しますね、と言いました。この会社はですね、8月14日、ドル建ての債務の返済はできませんと発表しました。当時ですね、1094万アメリカドル分の利息はですね、支払うことはできませんでした。8月17日、一部の債権者と相談して、支払いをですね、延期してもらったんですよ、と。 説明もしました。それから、2024年、2027年、2029年ですね。その時に、元金と利息の分を一気に返済すると合意しましたよと言いました。しかし、現在の情報ですが、一部の債権者はいいと言います。他の債権者は同意してくれません。市のオーシャングループというのは国営企業であり、しかし、中国の政府は何もしてくれません。 次は、カントリーガーデンという会社ですが、返済不履行となって、債権者と話し合いをして、支払いをですね、延期に合意しました。ただし、すべての債権者は同意していません。返済はできません。でも、商談はですね、ずっと続いている状態です。そして、ブリッジウォーターという会社ですが、投資管理の会社です。創業者である、 ダリオさんですね、シンガポールを訪問して、国際経済の事情について、現時点の考えを話をしました。債券の投資は長期的に見て、あんまり良くない投資です。現在投資するより、現金をですね、手元に置いておくことが大事なんです。世界の経済を影響される5つの問題があります。1つ、債務のレベルですね。2、 国内の政治体制です。3. 国内の不安定の要素。4. 地政学。5. 気候変動の問題です。特に気候変動の問題を解決するには科学技術が大事ですね。しかし現在気候変動の問題を解決するにはコストがですね、ものすごいかかります。伝統的なエネルギーをやめて再生、あるいはグリーンの エネルギーに切り替えるっていうのはですね、莫大なお金はかかります。お金の問題を解決するには2つの方法しかありません。1つお金を借ります。しかしこれは債務の循環となるだけです。次は2増税ですね。これはまた厳しいです。難しいんです。この2年間ですね、あまり気候変動の技術の変化はしていません。 ダリオ様さんはですね、2020年年末、シンガポールで初めて事務所を作りました。やはりシンガポールへ移民する方が多いんですよ。大富豪とか多くて、大富豪の金を集めて資産運用、投資管理っていう事業を始めました。そしてその国に投資するかどうか判断が大事ですと言いました。税収と負債ですね。国の 政府の問題あるかどうか判断します。次はその国の内部の状況を見ます。文明な国家かどうか、政治的な問題、内部の衝突あるかどうか調査します。そして大事なのは戦争というリスクですね。未来戦争する、あるいは戦争に巻き込まれる可能性があるかどうかも判断します。見ますよと言いました。 シンガポールはですね、富裕層は結構ですね、日本の富裕層もシンガポールに移民とは言いませんが、移住の方が多いんですね。やはり税金が安いからですね。あの、結構ですね、自主段落となってものすごい富裕層になったらですね、日本の税金が高いんですよ。なので、シンガポールに移転する方が多いんですね。ダリオさんはずっとですね、中国のことを宣伝してくれました。 今でもですね、中国の経済は回復するよと信じていると言います。しかし、あの、行動は違います。シンガポールへ移動、移動しましたね。たつですが、香港、上海の事務所を縮小しました。特に香港の株式市場での投資はですね、ほぼですね、やめました。多くの投資機構はですね、香港から撤退して、香港の株式市場ですね、やはり衰退してきました。例えば、 香港の株式市場はですね。1日間、1日ですね。1000社の株、取引は全くゼロですね。ない状態なんですよ。普通の国はこれはないんですよ。香港ですね。しかし。香港はですね、アジアの金融センターでした。株価の総額ですが、香港の株式市場の時価総額はですね、35兆アメリカドルでした。しかしですが、現在は取引ですらあんまりないですね。 ちなみに日本の株式市場の時価総額は中国本土の株式市場の時価総額の倍以上ですね。当時ですね、中国の総理、主要基さんは言いましたが、香港は返還されました。もし香港はダメとなって、我々は罪人ですと言いました。つまり、一国二制度、絶対に守りますよと言ったんですね。もし香港では一国二制度、この基礎がですね、 潰れてしまうと、香港は絶対にダメとなってしまうと、周期が判断しました。でも、今の香港は、まあ、結果ですね。あの、アジア金融センターの後、地ですね、となりました。つまり、習近平が残忍ですね。現在、中国政府ですね、自民銀行のことを記載する方は、最後ですね、ショックを受けると思います。まあ、中央銀行としては、通貨はですね、いくらでも発行は でできるはずなんですよ。しかしですね通貨を発行しても社会に配るルートがないんですねなので中国の場合はですね商業銀行だけに渡すことができます、まあ、アメリカのようにですね街でばらまあ、バラ撒きというのはですねできませんのでしないですねしてもいいと思いますがでもしません商業銀行は社会にお金を渡す配るとは言いませんが ま、会社ですね。個人個人にお金を貸していきます。これで経済が良くなっていきます。しかしですね、現在商業銀行はお金をですね、貸したくても借り手がいなくて困ってるんですよ。まあ、中国の経済が反映してきたルートと言いますと、あの、金融緩和が絶対ですね。それから商業銀行は国営企業、国民にお金を貸していきます。 国民はそのお金をもらうとは言いませんが、そのお金をですね、不動産を買うんですよ。そして中国の国営企業も同じく、不動産の団地の開発をやっていきます。インフラ建設もしていきますが、鉄道とか空港とかですね、地下鉄もそうですが、結果ですが、中国の不動産価格が上昇します。つまり、中央銀行が発行したお金ですね、しっかり市場に行ったっていうことなんですよ。 不動産市場にいたんですね。つまり、需要はですね、当時はありました。しかし、商業銀行は今困っています。利息は発生します。でも、お金をですね、借りる人はあまりいないんですね。中央銀行としては、利下げをしました。これで、多くの人はですね、お金を借りるでしょうかと思ってはいます。でも、不動産市場が良くならないですね。国民の自信がないと、やはり厳しいです。 特に金融、金業、製造業がンですが、活発に動かなければ、例えば、外国からの注文ですね、いっぱいあって、残業とかですね、すごいなければ、収入は良くなっていくっていうのは、みんなは思っていません。この状態で、いくら金を緩和しても意味はないんです。でもですね、中国は日本のように、例えば、利息をですね、どんどん下がっていって、下げていて、あるいは、思いっきりですね、 金利をゼロにしても、あるいはマイナス金利にしてもですね。実は日本はできるんですが、中国はできません。原因はですね、中国の銀行のシステムが弱いんです。あるいは銀行業が問題なんですよ。公開できないほどですね、不良債権が多いからですね。銀行の収益が大事なんです。貯蓄とお金の貸し出しの差をですね、金利の差をつけないといけません。 収益があって、不良債権の問題をですね、これで少しずつ解決できるというふうに思ってはいるんですよ。中央政府として。つまり、成長の銀行でしたら、利息をですね、ゼロにしても問題はないんですよ。商業銀行としては運営はできます。しかし、中国でしたら、利息をですね、ゼロにしなくても、商業銀行はですね、潰れてしまうんですよ。これが中国の問題点ですね。では、どうしてですね、 銀行の不良債源が多いでしょうかそれはですね、中国政府、特に地方政府ですが、お金をですね、いっぱい借ります。無駄な投資をいっぱいするんですよ。無駄な投資をいっぱいして、最後は回収できません。あるいは、すごい中に地下鉄揃うんですよね。全く意味はないんですよ。そうすると、収益がどんどんですね、悪化していきます。プラス、税収はですね、減っていますので、これからが大変なんですよ。 つまり、中国の中央政府ですね、現時点では、いくら、まあ、金利下げる。そして、金融緩和します。でもですね、効果はないというのが、今の現状ではあります。またですね、中国の社会とかについて話をしたいと思います。この動画はここまでですと思います。最後、いいねボタンをお願いいたします。ありがとうございました。